2本目、このまま2本目いきます。なぜかというと手術病院行ったらもうしばらく帰ってこれないので撮っときます。まあ仕事行く前に、時間をちょっと作ってっていうのは変だな、ちょっとなんか自分の中でちょっと、所さんにちょっと渡したいものがあって、まあ勝手な都合で、僕の都合で行ったんですけど、まあまさかの所さんがおられてですね、もうなんかいつもみたいにもう気さくに上がんなよって言っていただいて、で、まあ、僕ちょっとまあ勝手に僕が言ってるわけですから、もうちょっとお渡ししたいものをお渡しして、まあ一言二言でもお話ご挨拶ができたら失礼しようかなと思って、もう帰りますって言ったんですけど、ちょうどね所さんが夏休みの最後の日で、今日何もないって、で俺休みで何もないからいなよって言ってくれて、結局ね後でちょっと時計見て驚いたんですけど、まああっという間で、あんまり覚えてないですけどね、2時間半近くお邪魔してましたね、所さんと2人で。はい、やばいです。今考えればやばいです。今考えなくてもやばいです。何言ってるか分かんないです。まあ、YouTube の話したり銃の話もしました、普通の話もしましたし、生活が豊かになるお話もしました。はい、いろんなお話をしました。グランツーリスモのお話もしました。で、まあ、僕がグランツーリスモね7、いつも動画の中で使わせていただいてるじゃないですか。で僕ギターでできないのかなと思ってて、ずっとでもコード自分なりに、まあまあ僕ちょっとほんのちょっとだけでギターをかじったことがあって、もう全然できないよっていう感じなんですけど、で自分でやってももう分かんなくて、で所さんにお願いをしたんですね。所さん、グランツーリスモ7のコードをもしよかったら残ってたら写メでも撮らせていただけませんかと。そしたら、こういうことが起こりましたので、それをご覧いただきます。で、この動画、僕がギターを練習するために、僕が勉強するためだけに使うんで、ちょっとここの演奏手順というかコード勉強のために撮影させてもらえませんかってお願いをしたら、出していいよって言われてということで、なんか僕だけでそれを取っとくわけにはいかないので、僕と所さんがどういうふうにちょっと過ごさせていただいたか、ちょっと今日はこの動画をお届けしようと思います。それではご覧ください。いや大好きな曲なんで、嬉しい。
セブンセブンデセテナヨデセブン、それがベストだっけ、はい、のガレージ、ガレージだ、はい、ガレージ映り込みは、そうか、ちょっとね、映り A だ、また いい感じの車高。あ、そうだ。タイヤの角度、いい感じの車高が出てる。グランツーリスモセブン、すごい。タイヤのベースのガレージ映り込みは、タイヤの角度もいい感じの車高だ。これなの？映り込みは何だろう？映り込みは、はい。あなの。つまり全然全然。こういうことも簡単なコードにしないのがもっと C とか弾きやすい。変えれるんですか、うん、グランツーリスモ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 、ABCDE2 個凝ってんの ABABCD、 お違う、 A マイナーじゃねえな、こEABCCDE0 だろ、 D マイナーだろ、これツーリスモ、 C マイナーだから ABCDG ABCDEFF F シャープマイナー、セブン、グランツーリスモ、セブン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 、マイ、あ、セブン、ツーリスモ、セブン、セブン、マイナー、このマイナーは合わないね。グランツーリスモ、セブン、セブン。本当は F マイナーだもんね。コード変えちゃうとあれだね。いや、こっちで練習します。頑張って。これめんどくさいよ。はい、難しくそうだなと思いました。これだって、いい?君のギターやったことない人が、これ、こういうのとかこういうのとか押さえづらいよ。ちょっとはできます。あ、うん、じゃあ大丈夫、じゃあ大丈夫だよ。ただいやー、ちょっともうやばいわ、熱出てきた、あー熱出てきた。いや、改めてありがとうございます。またじゃあこの動画の続きは出させていただきますので、引き続きよろしくお願いします。